ベイスターズ対阪神タイガースのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。まずはベイスターズ、1回の裏ベイスターズの攻撃です。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。タイガースマウンドに上がるのは先発の藤波、これから注目の立ち上がりになります。バッターは原、まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。低めのボール入りました。なんとここは160キロを計測しています。3球目は何で来るか。ちょっとヒヤッとしましたよね。危なかったですよ今のボールは。はい、ど真ん中見送ってストライク、ワンボールツーストライクです。外への変化球は決まりません。見送っています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。アウトコース打ちました。取りました。一塁へ。アウト、ワンアウト。